ずっとふーん、ふぃー、ふぃーっていうのは湯むきです。今日朝ごはんを食べてない人。食べてない人。あっと。なんだこれ。ちょっと審議です。食べてない人は動かなきゃいけないんですよ。食べました。食べてない？食べてないよね。はい。終了。わー。今日だけ食べれなかった。あら、ちゃんとしてんだね、みんな。ねえ、本当だね。何食べてんの？井上は食べてんの？お刺し食べました。出たよ。冷凍でいっぱいこのぐらいの大きさの届くんですよ。前日の夜に冷蔵庫に入れて。入れといて。夜食べたくない馬刺しと。本当本当。なんで翌朝食べようっていう。ファンの音だけ聞こえた。タンパク質朝取った方がいいかなみたいな。